秀吉にも忖度なし。賤ヶ岳で壮絶に散った優勝、中川清秀。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり聞こうは、中川清秀についてお送りしていこうと思います。忖度という言葉がトレンドになったこともありましたが、権力に対しておもねるのは昔だってよくあること。しかし中川清秀は天下人への階段を駆け上る豊臣秀吉に対しても歯に衣着せぬ発言をした武将です。戦場では勇猛果敢な武将だった彼ですが、賤ヶ岳の戦いで退治したのは彼を上回る猛将でした。では中川清秀の生涯をじっくりとご紹介していこうと思います。摂津に生まれ池田氏に仕える。中川氏は源氏の流れを組むと言われています。摂津、大阪府北中部、兵庫県南東部の手島郡中川村に居を構えたことから中川氏を称するようになったそうです。そして清秀は天文11年1542年に中川重清の息子として誕生しました。父重清はもともと高山氏の出身でしたが、主の中川清村が実子を失ったため清村の娘と結婚して養子入りしたそうです。おそらく有能な人物だったのでしょう。重清は池田勝政に仕えており、清秀も同様に勝政の家臣となります。当時の摂津は多くの黒人が割拠し、周辺には強力な戦国武将がひしめいており、生き抜くにはとても厳しい戦乱状態にありました。荒木村重への鞍替え。清秀の主池田勝政は織田信長が足利義昭を奉じて上洛すると信長に従うようになり、伊丹親興や和田惟政らと並び摂津三守護の一人に名を連ねるようになりました。永禄12年1569年に三好三人衆が足利義昭を襲撃した本国寺の変では、勝政が義昭を救援して功績を挙げましたが、この中に清秀も加わっていたとされています。一時は敗れたそうですが、清秀の奇襲で相手に損害を与えたそうですよ。しかし元亀元年1570年、勝政は一門衆となっていた家臣荒木村重と同族の池田知政の三好三人衆への裏切りにより追放されてしまいます。その後荒木村重は池田氏をほぼ掌握し、ほぼ摂津での独立勢力となりますが、清秀は村重に従うことを選び、時代を乗り切ることにしたのでした。白井瓦の戦いにて敵将の首をゲット。元亀2年1571年、荒木村重は摂津の黒人茨城重友と摂津三守護の一人和田惟政との白井瓦の戦いに臨みます。もちろんこれに清秀も参加しました。この戦いは村重のバックに控える三好氏と和田惟政の後ろにいる室町幕府の戦いでもあったそうです。数的に有利だった村重と清秀ですが、村重はこの戦いに際し陣中に盾札を設置し、和田惟政の首を取ってきた者には褒美として領地を与えようと宣言しました。これを読み意気込んだのが清秀。もともと摂津で生き抜くのに青息吐息だった父の姿を見ていますから、領地を得るのには貪欲だったのでしょう。清秀は和田惟政が身長を期す武将であると知っていました。そのため明日の決戦に備えて必ず自分自身で川の深さを測りに来るだろうと踏んでいたのです。そのためあらかじめ川を渡って隠れていたところ、案の定惟政自身が現れました。ただ
その場ではすぐに襲わず、清秀は惟政の兵たちに紛れ込み敵陣へと潜り込んだのです。そして隙を見て素早く惟政を討ち取り、村重のもとへ首を持っていったのでした。織田信長に従うようになるが、荒木村重が突然の戦線離脱。和田惟政を討ち取った村重と清秀の軍勢は勢いを増し、茨城重友の茨城城、ついで和田惟政の高槻城を落とし、摂津を席巻しました。しかし信長がそれ以上の戦いを許すはずもありません。信長の命令によって明智光秀が調停役として派遣されてくると、村重と清秀は撤兵することになりました。そして清秀は茨城城を任され、一城の主となったのです。村重が信長に従うと清秀もそれに習いました。ところが天正6年1578年のこと、中国地方の毛利征伐として行われていた三木合戦の最中、突然村重が戦線を離脱し、居城としていた有岡城、伊丹城に帰ってしまったのです。これは信長以下誰もが寝耳に水の事態でした。一説には村重の謀反の理由は、信長最大の敵である石山本願寺へ兵糧を横流ししていたことが露見しそうになったからとも言われています。しかしこれが清秀の家臣であったという説もあるんですよ。果たして真相がどうなのかは分かりませんが、もし清秀が一枚噛んでいたとしたら相当なことですよね。信長に釈明しようとする村重を止める。有岡城にこもってしまった村重ですが、彼のもとについていた高山右近の説得により、釈明のために安土城へ向かおうとしました。その途中、村重は清秀のいる茨城城に立ち寄りましたが、清秀は村重に対し、信長様は部下を一度疑ったらいつかきっと滅ぼしにかかってくるはずですと囁きます。これには村重もそうかと方針転換し、やはり有岡城に戻って籠城してしまったのです。まあ信長相手だったらそうかもしれませんけど、この後の展開を見ると清秀どうなのと思ってしまうのですが、こうして村重以下清秀と高山右近が信長に敵対することとなったのです。しかし信長の策によって、まず高山右近が信長に帰順します。そして清秀のもとにやってきたのは妹婿の古田織部こと古田重成でした。義弟古田織部の説得で信長方に回る。重成は清秀を懸命に説得しました。村重への加担をやめるなら、領地のほかに清秀の息子秀政に信長の娘鶴姫を嫁がせる用意があるなど、信長からも決して悪いようにはしないという旨があったことを伝えたのです。そしてついに清秀は説得に折れ、信長方に回ることを選択したのでした。一方村重は籠城戦を続けましたが逃亡し、有岡城は開城されたのです。彼の妻子は悲惨な殺され方をしたのですが、考えてみれば清秀が信長への釈明を止めたからこうなったような気もしなくもないですね。まあ戦国時代ですから、状況がコロコロ変わるのは仕方ないですよね。以後清秀は丹羽長秀や池田恒興の下で各地の戦いに参加しました。池田恒興の息子輝政には娘の糸姫を嫁がせるなど関係を強化しています。秀吉に対しても忖度なし。本能寺の変で信長が倒れると、山崎の戦いでは秀吉に組して活躍しました。この時秀吉は古田重成に対し、お前は親戚なのだから清秀のところに行って人質を出すように言ってこいと命じます。
それを重成から聞いた清秀は、秀吉ごときが何を言うかと立腹しますが、重成からなだめられ、しぶしぶ従ったとか。また山崎の戦いが終わった直後、清秀に助けられた織田信孝が清秀の手を取ってお礼を言うそばを、カゴに乗った秀吉が、今日は骨折り骨折りと言って通り過ぎたそうです。やはり清秀は怒り、猿め、もう天下を取ったつもりでおるのかと吐き捨てました。秀吉は聞こえないふりをしたようです。清秀と秀吉は本能寺の変の前に義兄弟の契りを交わしていたそうなので、気の置けない間柄ということでズバッと言ったのかもしれませんが、複雑な思いもあったのかもしれませんね。賤ヶ岳の戦いで壮絶に散る。信長亡き後、秀吉と柴田勝家が対立し、天正11年1583年に賤ヶ岳の戦いが勃発します。清秀は秀吉方の2番手として大岩山砦を守ることになりましたが、ここに攻め込んできたのが鬼玄馬として名高い猛将、佐久間盛政でした。盛政の猛攻の前に数に劣る清秀の軍勢は突き崩されてしまいます。しかし清秀は、運は天にあり、退いてはならんと兵たちを鼓舞し、必死の抵抗を見せました。ただやはり持ちこたえることはできず、清秀は討ち死にを遂げたのです。42歳でした。清秀の跡継ぎは信長の娘をめとった長男の秀政でした。しかし彼は文禄の駅で出兵した際、戦ではなく鷹狩りの最中に敵に囲まれ、討ち死にしてしまったのです。こうした不名誉な結果は家督相続さえ許されない事態でしたのですが、さすがにこれはまずいと中川家の方では戦死と届け出て取り繕おうとしました。ただこれは秀吉にバレてしまい、秀吉は激怒します。それでも清秀の武功があるからと取り潰しは免れ、次男の秀成が後を継ぐことになりました。この秀成の妻は清秀を討った佐久間盛政の娘、虎姫。さすがに心よく思わないものも多かったので、虎姫は秀成の領地に行くことはなく、畿内にとどまったそうですよ。まとめ。1、摂津の黒人の家に生まれ、池田勝政に親子ともども仕えた。2、池田氏から荒木村重に鞍替えした。3、白井河原の戦いで敵将の首を挙げた。4、荒木村重とともに織田信長に従うが、村重が信長に謀反し、自身も敵対せざるを得なくなった。5、信長のところへ釈明に行こうとした村重を止めた。6、古田織部の説得に応じ信長方となった。7、秀吉が天下を取る勢いになっても忖度しない物言いをした。8、賤ヶ岳の戦いで佐久間盛政と交戦し討ち死にした。荒木村重に信長に釈明に行くなと言っていたのに、自分は義弟の説得に応じて信長に寝返ることになってしまった清秀。ひどい話な気もしますが、状況が刻々と変わる中では仕方なかったのかもしれません。こんなことがありましたけど、清秀自身は人望があったそうですし、荒木村重も妻子家臣を見捨てて逃亡しちゃったわけですから、どっちがどうとも言えませんね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。